ジルコンサンドジルコンとは、化学素性ずるしを読んで表される、ジルコニウムの計算円鉱物である。結晶系は、まさかとキら系をとる。風のぶここ、ヒアシンスコウ、風神脂積ともいう。火性岩中に、微小な結晶として、ジルコンは、地球上で広く散する。風化や変質に強い鉱物なので、細節粒子として、 砂岩などの堆積岩にも広く見られ、これをジルコンサンドなどと呼ぶ。また、それらが編成した岩石にも含まれる。オーストラリアのジャックヒルズで地球最古の鉱物として見つかっている。ジルコンは通常、ズルシオ4に近い化学素性を持つ。比重は3.9から4.7、モース硬度は7.5である。純粋なものは無色だが、不純物や、 結晶血管によって着色している場合がある。ところで、ジルコニウムは四属元素の一つであり、さらに、同じ四属元素のハフニウムとは、金属結合半径やイオン半径が近い。地球の近くでの濃度は、ジルコニウムの方が多いものの、ハフニウムも、近く中に存在する。このため、ジルコニウムの一部はハフニウムにより置き換えられやすい。特に、ハフニウムの割合が多い鉱物は、 ハフノンと呼ばれる。また、天然に産出したジルコンは、微量成分として、肥土類元素や、ウラン、トリウムなどを含む。ウランやトリウムを多く含む場合は、これらの原子核が崩壊した際に発生した、放射線による損傷で、メタミクト減少が起きている場合がある。ジルコンは、ウラン、トリウムに富み、鉛に乏しいので、ウラン、鉛砲あるいはトリウム、 鉛砲の放射年代測定の対象鉱物として重要である。フィッショントラック砲による年代測定にも広く用いられる。また、無色透明のジルコンはダイヤモンド類似石として古くから装飾用の宝石として用いられている。ただし、合成品のキュービックジルコニアとは素性が異なる。ありがとうございます。